ちは強いが宇野は弱い。何が起こるかわからない。宇野とパンチの今日もどこかでダイナマイト。宇野とパンチの今日は金ちゃんの台所でダイナマイサラダ油、ごま油。うん、なんか自分のところ持ってきちゃってよ。あ、はい、わかりました。じゃあ、いただきます。はい、やった。了解です。気をつけて。はい、ありがとうございます。ニンニク使ってんな。うわー、ニンニク使ってんな、俺。これは、また分厚いですよね、これは。あの、私は見たから知ってるよね。見た。うん、あの、三枚肉といて。ただ、韓国に行くとね、オギョプサロってね、5段階になってたからね。油が大きいですよね。だから、キムチチゲなんか作ってさ、冬3日ぐらい出してるんだよね。そうですね。引っ張ってた。うわー、いいね。うわー、すごいすごいすごい。カリカリ。これだー。うわー、これは迫力だ。これだぜ、うん、これ鉄板で焼いていただくっていうのがもう美味しいですね。普段韓国はやっぱハサミ使ってこうやって切ったりしますからね、うん、あそうですね。あの皆さん、美味しいはマシッとね。マシッとマシッと死にそうなくらい美味しいは何ですか。マシッとシュッとゲストだよ。あのちょっとなんかね、ちっちゃいやつが多いですよね。ちっちゃいやつが多いですね。なんだっけ、あずまさん面白いね。どんなんかね、すごいキャラクターですね。そうですか、なんか10年ぐらいになっちゃうじゃない。そうですね。いやそんな、まあすごい鉄板で、あーなるほど、うわー硬すぎずですね。ちょっとおさんじゃんですね。うわー自家製のさんじゃんです。あーら、出ます。いい音だ。これサンチュですね。はい、あ、サンチュ、はい、もう一個用意しますんで。うわー、みずみずしい。あの半分にしてもいいし、はい、手頃なやつを取る、はい、大きかった手頃なやつを取る、はい、まず、はい、最初に肉を乗せる人がいるんだけど、はい、あ、違うんですか。熱いんだよ。だから僕はいつもキムチを最初に乗せて、ほう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 、それからあの肉を乗せるね、うん、あの肉が熱いからさ、はいはい、でこのニンニクをこうつけてもいいし、あの味噌つけてもいいし、ただ僕は順番最初にねキムチの方がいいよ。あのキムチ熱いから肉じゃなくて、で一口で、はい、パクリ、うわ一口で、わお、わお、わお、ハンガンが見えるよ。ハンガン、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 うん、韓国ソウルの川といったらハンガン、ハンガン、川なんですね。ハンガン見えるね。パルさん言った通り覚えてますからね、はいはい、暑いから、はい、で、いきますよ、はい、これです、うん、はい、こいつに決めた、はい、で、こうします。はい、それではこれ、うまく曲げないですよね、うん、こんな感じですかね。いいな、いいですよね、はい、じゃあ、いただきます。これね、さすがアスリートがね、はい、あ、そうですね、やっぱりね、そう、一口だよ、うん、切っちゃダメだよ、切っちゃダメよ、はい、さすが、さすが、はい、さすが、はい、いいね、あら、よっとガツ、いいわ、いいわ、いいっすよ。よくわからないね。うん、うまい、うまい、熱いから、そう、それだけは。このチョジャンも自家製作ってて、うん、これもう舐めるだけでもお酒のつまみになるし、うん、お客さんが結構いらっしゃるんですか、うん、はい、
じゃあさ、いや、いや、今度はさ、巻かずにさ、巻かずに、これちょっとつけて食ってんじゃないんだよ、うん、あ、お肉を、うん、塩漬け禁止、はい、ね、これどうぞ、うん、あれ読みたくなっちゃうね、うん、ダメ読みたくなっちゃう、ね、今ね、うん、そうですね、はい、ね、もう次のあれが欲しいでしょ今すぐ韓国に行きたいですね、本当に行きたい。あ、これスンドゥブ、これスンドゥブ、ほら、うわ、純豆腐と書いてる、純豆腐だ、純豆腐と書いてる、スンドゥブ、はい、これだよ、うわー、そうです、あ、これまたこの我が子音を鳴らして、なるほどね、あーわ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 ー、男八、男八、香りが香りが、これが好き、辛いの好きですか、ちょっとチリなんで辛めに、大丈夫、あ、辛いの大丈夫です、けんちゃな、けんちゃなよ、けんちゃなよ、まあ、僕と砂かぶり的みたいな感じですよね、うん、うわー、これ好きだな、もう大好きですさっきね、リングがうん、あー、何でしたっけ、死にそうに、死にそうなって、何でしたっけ、マシッソチュッケッソ、マシッソチュッケッソ、マシッソチュッケッソ、わー、つかみどころもない全部やめるこれは、金ちゃんさ、肉も綺麗に切りすぎだよ性格出るよな、繊細な感じが、大体でいいんだよ、すごい出る、性格出るな、うん、いやー、あー、甘いな、カチンと来ないで聞いてほしいんだけどさ、はい、桜本に住んでてさ、なっててさって言ってたんだけどさ、なんで養殖やってみたいと思うの、ハングリータイガーってことなんですか、知ってる、ハングリータイガー で目の前で焼いて、うん、それを子供の時ずっと覗いてたんだよね、なるほどなるほど、そのグリル板でハンバーグをずっと覗いてて、それがすごい良くて、そこからも料理人になりたいっていうのがありまして、やっぱハングリータイガーも一応養殖だし、うん、あ、なるほどね、そうです、だから一番のきっかけはハングリータイガーですね、そうですね、あれを覗くのがいつも可愛いじゃないですかね、そうそうそう、いや、だからきっかけってさ、何がどうかわからないよね、しかしハングリータイガーで覗いてたってなんかさ、なんかイメージが湧くね、うん、でもここも覗けるようにしてるってなんかそういうのがあるから、それもあるから、なんかで不思議なの覗いちゃうんですよね、うん、覗いちゃいますもんね、ここからやっぱりね、でここは覗ける高さにあるからね、あ、そうですね、うん、現役の時は自分のチームの時はシックス使っていて、うん、全日本行った時はもう指定でもうみんな水をね、もう決まってんだ、はい、うーん、あー、定義をされて、もう自分はこれなんです、何十年っていうダメなの、ダメです、水飲んでた、じゃあなんで LINE のあれがウイルソンだから、あれはちょっと自分の夢夢ウイルソン、今もうウイルソンすごいいいらしいです、当時はそんなグラブもウイルソンはあんまりね、そこまでそのとも、うん、ウィルソンって言ったのかな、アメリカのボールって感じだよね、そうそう、とかアメリカが主流だったんですけど、うん、そうそう、石毛さんなんかさ、はい、ローリングスでしょ、ああなるほど、でも本当はね、うん、クボタスラッカー使ってて、はい、ここだけ剥がしてローリングスあったそれ聞いたことあります、福本さんなんかさ、はい、水野じゃない、はい、で調子悪い時にさ、うん、南海の藤原さんバットが使いたかったみたいで、藤原さんってさ、あの Z なんだけど、藤原ちょっとバット1本くれって、でも福本さんエチケットで、カミソリで Z のマークちゃんとかがでのっぺらぼうとこうやって、素晴らしい、この風にさ、安藤さん、いろんなジャムの人と食べたりするとさ、いろんなお話になってつながるんだよ、つながるし、自分自身もいろいろ勉強になるし、幅が広がるし、もうすごいいいね、とんでもないですね、本日3回目、はい、焼けクリス、はい、もう本当に
パンツ様のおかげ、パンツ様様なんか、なんか その様子をまた撮りに行きたいですね、YouTube でね、もうね、ぜひよろしくお願いします。金ちゃん、めぐみさん、ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございます。先ほどの質問とこう重なっちゃうかもしれないんですが、こちらはお店がオープンして何年ですか。オープンしてまだ1ヶ月半ですね。1ヶ月半。はい、はいはい、なぜこの土地でやろうと勝負したんですか。まあ井戸ヶ谷にまず韓国料理がないので、うんうん、井戸ヶ谷の人たちに韓国料理を食べてもらいたいということで、うん、井戸ヶ谷に出しました。なるほど、はい、今お店オープンしてどうですか。イメージ通りの感じでできてますか。あのここのお店のコンセプトが、うん、手頃に楽しく、うん、美味しく、うん、やっぱり韓国料理って大皿で出てきちゃったりして、うん、パンって出されてそれしか食べれない、うん、お腹いっぱいになっちゃう、うん、例えばサムギョプサルだけでお腹いっぱいになっちゃう、うん、よりかは皆さんに一人前をちょっと少なめで、うん、もっと手頃に食べれる、あの金銭的にも、うん、量的にも手頃に食べれて、かつスタッフもみんなで和気あいあい楽しく、うん、韓国料理ってのはさ、うん、例えばカムジャタンとか言ってさ、カムジャタン、はい、お骨のあれでさ、じゃがいもでさ、はい、みんなで食べて、はい、ここ一つだよ、でみんなで食べて最後ご飯入れて食べるとか、それが韓国のスタイルなんだけど、やっぱり男は一人でフラッと飲んでみたいとか、ありますね、そういうのにはぴったりだ。そうなんだね。このカウンターの席ってのすごく入りやすい雰囲気ですよね。若い方は何歳、上は何歳ぐらいの方ですか。一応喫煙可能店にはなっちゃうので、20歳の方、20歳以上は絶対お願いしてて、20歳ぐらいの方から結構70、80ぐらいまで、全然なんか客層のターゲット層が若め、若年層かなって思ってたんですけど、意外と割と年配の方も、で量が少ないので食べきれる量なので、うん、結構皆さんフラッと来てくださるらしいよ。そうですね。温かい雰囲気というか、いろんな人がね、うん、来やすいね。トレンドマンのお子さんとかもよく公園に、あっちの公園に行くときにチャリで来てくれて、うん、ああ金ちゃんって手振って、うん、ああでも本当こうね、地域に密着されてるという感じが、うん、ホームな感じですか。あのね、うん、それが今一番大切で必要で、うんうん、もうそんな店がなくなっちゃった。こっちはまた違うんですか。カウンターみたいな感じなんですか。こっちもカウンターで、はい、なんか女の子がどんどん増えちゃって、男の子より女の子の方が結構みんな応募してくれるので、結構女の子で喋りたいおじさんたちがここに。イメージ性があるような感じ。すごいそれ。韓国バーみたいになっちゃった。韓国バーみたいになっちゃった。まっこり飲みながら答えれば。そうそうそう。レディーがいますから。こういうバカな場合じゃないからね。もあの必要なんだよ、そういうのは。そうですよね。今日のストレスは今日のうちに発散しないと、うん、あの、ね、ダメなんだよ。溜まっていっちゃうという。そうそうそう、元気がね、やっぱりいいですもんね。そうなんだよ。元気になれるってこと。このお店は韓国の屋台酒場です。なので割と手頃に楽しく飲めるをコンセプトにしてます。でスタッフもみんな明るいですし、料理も美味しい。そして本当はお酒解禁になったらお酒も結構いろんな種類があって、チャミスルも実はうちに12種類ぐらいあるんです。すごい量あったりとかして、なので解禁になったらぜひ。ただ解禁にならなくてもテイクアウト、ドライブスルーなんてやってます。なので、手軽に楽しんでいただけるコンセプトにしますので、もしよかったらぜひ、ちょっと行き方遠いんですけど来ていただけたら嬉しいです。左越しだよ、マジっすよ。パーティーパーティーパーティー。どうも今日はごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。素敵なお店を紹介してもらいました。やっぱり若い人たちがこの頑張る、なんていうかな、ところってなんか元気もらえますね。そうですね、僕も若い時、パンチ君から元気もらったよって、何もしてないんだけどなと思ったんだけど、こういうことなんだな。なるほどね、元気を与えるくるくるってことなんですかね。安藤さんどうですか、味の方は。いやもう、今日金ちゃんがあの主にの味をって言ってましたけど、うん、もうそのまま今日ね、もう全部いただいて、うん、もう私も心が本当に朗らかになって、うん、帰ることができます。はい、ありがとうございます。はい、はい、本日5回目、野球教室、はい。ぜひまた、はい、よろしくお願いします。
私はそうですね、もう初めてこの本場の韓国料理、本格的なものを食べさせていただいて、うん、もうこんなに美味しいもんなんだっていうのが分かりましたね。うん、なんかちょっとこう今まで食べていたものとまた違うような感じですし、またこのお二人が醸し出す雰囲気というか、そういうのでまた元気もらいましたし、なんかまた何度でも来たいなと、うん、元気なくなった時はまたちょっとこう来たい、金ちゃんの台所行きたいなっていう感じをさせてくれた雰囲気のお店でしたね。うん、いや僕はね、はい、エンドランに行かずにこっち来ちゃうな。いやそれは冗談だけど、いや参ったね。ここね、あでもね、でも井戸原にっていういいアイデアだね。そうですね、発想ね。うん、金ちゃんもしょっちゅう来ちゃってるって言うんだから。あ、そうですよ。ダメだよ、エンドランも頑張らないと。そうですね、でまた今後もなんかいい店があったら紹介してください。はい、はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。パッパパーパパ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 パ、カギ打ったパンチ打った、大きい大きい、入るか入った、ホームランサヨナラゲーム、本日はこれにてゲームセッシャー、グッゲームグッゲーム。本日は運やモード、そしてパンチさんのためになんと112万5000人の皆さん、ありがとうございました。また次回もお楽しみに。うわー、紙吹雪が2センチ2センチ小さくしてるよ。塊がうまく巻いてくれよ。川崎あたりで出会った二人はいつも元気で走ってる、パワー全開で、ウノとパンチの今日もどこかでダイナマイト。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。スーノーダーマー、ダーマー。実は金ちゃん、そのフランス留学だったりとか、あとはホテル修行だったりとかもしてたので、実は韓国料理以外にもハンバーグとかローストビーフ、あと今日とかはリブロースの薄切りのリブロース炙りで出すやつとか、ちょっと皆様に飽きが来ないようにいろんなメニューを日替わりで本日のおすすめで出してるので、それもおすすめです。結構ハンバーグが一番人気だと思います。あの我々の YouTube チャンネルをですね、あのご覧にくださってる方もですね結構増えてきたんですけど、はい、まだね、もしかしたらあのチャンネル登録ってどうやるのっていう方がね、多分ねいらっしゃると思うんですよ、ね、まだそんな人がいるの。教えてあげてよ。そうですよね、簡単なんだから。簡単でございます。あのですね、あのまだ登録されていない方はですね、うん、我々の動画を見てるときですね、チャンネル登録というボタンが出てくると思うんです、うんうん、でそこをピッと押していただきますと、うん、簡単にこれチャンネル登録終了でございます。わからない時はですね、うん、息子さんや娘さん、うん、また会社の後輩なんかに、うん、ちょっとチャンネル登録教えてくれよ、うん、これっすよ、ピッ、ね、そうですので、よろしくお願いします、簡単にできますので、はい、よろしくお願いいたします。